プルスプルスプルス。音楽って適当に倍速にしたり逆再生にしたりしているいじるだけでなんか面白いんですよね。例えばこれは登録更新曲を3倍速にしたものなんですけど、これだけちょっと面白くないですか。というわけで著作権がないので好き勝手にできるクラシック音楽をね、ほんと好き放題に言っていこうと思います。まずはね、こう多分クラシックで一番有名なフレーズ、この運命のジャ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 ーンっていうやつをね、逆再生してみたら、こうなったと。それで気になるのが、この逆再生したやつと、元のやつを同時に再生したらどうなるのかってところだよね。それじゃあ、同時再生どうぞ。気持ち悪い。なんか片方が盛り上がろうとしてるところで、片方は終わろうとしてるから、そこの噛み合わさがいい感じに気持ち悪いね。じゃあ次はこれ吹く。この I Require って曲、少し早めだから、なんとなく 0.5 倍速でしてみたのがこれ。なんかこれはこれでありって感じするよね。音が速いから遅くしてもいい感じなんだよね。次はね、クラシックって似たような曲たくさんあるじゃん。特にゆっくりめの曲は歌詞がないからさ、クラシックって。それも区別が全然つかないんだよね。まあ、というわけでね、似たようなゆっくりめの曲混ぜ合わせても違和感ないんじゃないかなと思って、混ぜてみたらちょっと聴いてみてください。まあ完全に一つの曲に聞こえるってわけじゃないんだけど、主導権を握った曲を中心にまとまりがある感じはするよね。いくら似てる曲とはいえ、4曲混ぜてこれって結構すごいんじゃない？まあそれで今度は全然違う曲を4曲混ぜてみたんだけど、当たり前やけど混ざらないよね。それでテンポ揃えたりするために、この4曲の中で速いのは遅くして遅いのは速くして、ついでに逆再生も入れたのはこれ。なんか4曲のうち3つが知ってるクラシックと少し違うから、ちょっと混乱するよね。あとそれでさ、これやってる時気づいたんだけど、威風堂々の逆再生が普通にいい曲なんだよね。ちょっと聴いてみて。これよ、これすごいよ、これもう神曲誕生したよね、もうこれほんと。そんじゃ最後にね、有名なクラシック全部混ぜたやつを流して終わりにしますか。